いわゆる普通のクソ止め。アポなし訪問。生まれたての娘を何時間も話してくれない。嫌げ物、嫌味、料理の指導と称した各種嫌がらせ。近所に悪口をばらまくなど。旦那も嘘も怒っててくれてたけど。嫁と仲がいいから何でも言うのよ。実の娘と思ってるのよ。と、どこ吹く風。で、両大乙女さんの法事で、結構な親戚が集まったので、やらかすことにした。例によって、親戚の前で私のことを、使えない気の利かない嫁でねえ。と言うとめ。私、やった、イビリン、いつものやるの？法事でも嫁イビリやっちゃう？と言いながら、背中をバンバン叩いてやった。すぐに真っ赤になって、何か言おうとするとめに、間髪入れずに。私、イビリン、憎まれ口叩いてないと死んじゃうんだよね。とめ、ちょっと、嫁。何言うのよ。何よ、イビリンって。私、あ、そうですよね。いきなりイビリンって言われても、皆さん、わからないですよね。私と大の仲良しで、嫁イビリ大好き、イビリン、とめ子です。と大声で紹介してやった。吹き出す。旦那と親戚男性と嫁集団、とめ二枚たち。固まって引きつってるとめ姉妹。私、あ、心配しないでくださいね。私たち、仲いいから、こういうこと言えるんです。私、嫁いびり漫才だと思ってくださいね。コンビ名、いびりいびられです。など、ハイテンションで喋り続けてやったら、とめは、すっかりおとなしくなって、泣きそうだった。まるで私がいびってるかのようだけど、以前から、何度も、親戚の前で嫌味言われてた実績があるので、ちゃんとわかってくれたと思う。帰り道、私も悪かったわよ。でも、もうこういうのはやめて。と涙目で言うので。何もなければ、私だって何もしませんよ。とだけ返しておいた。旦那はノリノリで、近所でも、大声でそう呼んでやろう。と言ってたけど、とりあえずはおしまい。この件を、事前承諾してくれてたウトさんは、その間、娘を連れ出しててくれたので、娘には聞かせたくなかったから？面白そうだったから聞きたかった。と笑ってた。